シャー族ウリツゼン、おはようございます、友のカスです。はい、大の字になればあなたは最強ということで、今回はですね、現代の作法かっこ大敗をやるほど心と姿勢が崩れる理由についてお話ししたいと思います。はい、この内容をもって、皆さんね、この知識を 全活用してください。あの、今現在、例えば商談審査とかで怒ってる人、まあ、あるいはですね、作法や大敗やるとつい緊張してしまう人、これ疑ってください。これ明らかに間違えてます。斬新っていうのが大事ですよっていうのを私最近教えてます。大きく腕や足の筋肉を伸ばし続ければ伸ばし続けるほど良い姿勢が手に入ると。その良い姿勢っていうのは、例えば肩甲骨や肋骨や背骨や、例えば重心の維持であったり頭の位置であったりというのが整いますよっていうことを内容をお話ししていて、まあ、それをぜひ買っていただければと思うんですけども、その教材があるので買っていただければと思うんですけど、もしこの良い姿勢を身につけているとするならば、今の作法のこの動作ってやればやるほど体や心が緊張しちゃうよねっていうのが分かっちゃうんですよ。これ明らかに欠陥です。ですから、これもし緊張してるんであれば、これ変えてください。正解は呼吸です。今やっている、まあ作法や大敗とかでね、現代の弓道の講談社っているじゃないですか。私、全国の弓道の講談社で、どんな風に教えてるのかっていうのを私、調査してリサーチかけたところ、まあ、ほとんどこの呼吸法でやってると。もうこれまずいです。これでやると、無駄に体が緊張しちゃうし、呼吸も止まりやすいですし、作法の本質からも外れてしまいますので、気をつけてください。それが、呼吸で、まあ、よく弓道で言われる、現代の弓道の基礎で、呼吸はどうやるかって言われたときに、吸って、吸って、吐いてって言われません？もしくは動いてる時に吸いましょう、止まる時に吐きましょうとかって言われません？何なんすかこれ。なんでこんなにたくさん呼吸しなきゃいけないの？あなた人間生活してて、何でもいいですよ、仕事してて生活したりこんなに呼吸使うことあります？不自然でしょっていうのが、今ここで自然な姿勢を身につければわかるようになります。ではいきます。じゃあ、例えば現代の弓道、これ弓道教本、例えば63ページから64ページ目に、基本動作の基本動作のね、内容が書かれてあります。作法や大敗やるときにね、そういうときにどうやってくださいかっていう、この基礎が書いてあるんですけど、これかは解説すると、起挙身体をしっかり心を込めてその時は小気体でやりましょうと。で、色体ではダメだと言われてますよね。はい、ここはまずです。で、その時気虚身体を行う時は胴作りをしっかりしてくださいねと、言われますね。そして3番目、目遣いをしっかりしてください。そして4番目、動作には呼吸が大事だ。はい、ここできましたね。呼吸、今回大事である呼吸の内容を受けましたね。呼吸が大事であるっていうふうに言われます。そしてもう一つ、動作をやるときは腰を機関としましょう。まあまあまあ、腰を機関とするっていうか、これは胴作りと内容が非常にリンクしているんですけど、まあ、腰から動くように意識しましょうってことですね。6番目、動作には斬新を必ず伴います。はい、来ました。斬新来ましたね。はい、ここで大事なポイントが斬新です。この斬新を覚えれば、呼吸の内容が変わっていきますよと。こうやって呼吸すれば自然ですよと。もしそれをやってないんであれば、非常に不自然な呼吸で体が緊張させるだけなんで、これはやらないんですよ。で、7番目。動作は、間を持つことが大事だ。まあ、これはですね、間を開けたり、ちょっと短くしたり、周りの目遣いでね、周りを合わせながら、こうやっていくと、うまくバランスが取れますね。動きにバランスが取れますね。心の状態もコントロールできますね。いうことですね。で、最後。はじめは、大きく。うまくなるにつれ、流れるようにっていうふうな内容なんですが、はい。はい。じゃあ、これ全部やる方法を教えてください。全部これを、その場でパッてやる方法を教えてください。ね、これ、弓道の講談社だと教えられますよね。まさか講談社これ覚えてないとかってないよね。試験の時で一生懸命頭で理解して、それ抜けてるってことないよね。私なんでこれ出るかって言ったら、私これ体で覚えてるから。
はい、じゃあやりますよ。これ一発でやる方法を教えますね。これは斬新です。斬新をやれば、で、いい斬新をやってください。はい、いい斬新をやれば、その後に呼吸があります。腕の筋肉と足の筋肉を同時に伸ばしてください。で、胸の筋肉とお腹の筋肉をこう広げますね。で、胸の筋肉とお腹の筋肉を広げた状態にして、足と腕の筋肉を閉じてください。その時も胸の筋肉とお腹の筋肉を広げるようにしてください。はい。これで、胸の筋肉をこうやって広げると頭の位置が後ろに来ます。そうすることによって目が集中してガーッとなっている状態ではなくて、遠くを見るように、いろいろ気配りを、外に気配りをしながら見れるような感じの目遣いができます。で、首の筋肉、胸の筋肉が広がりますので、呼吸がしやすいです。呼吸がしやすいです。で、胸の筋肉は広がって、肩の筋肉が落ちます。胸の筋肉を広げながら、肩甲骨が折ります。肩甲骨が折れるので、背中が伸びて、胴作りがしやすい状態になります。で、胴作りがしやすい状態になるので、これが腰から動きやすくなります。肩からではなくて、腰から動きやすくなります。で、ゆったりとした呼吸、ゆったりとした目遣い、ゆったりとした姿勢になれば、間は自然に開いていきますよね。開けようって間を開けるんじゃなくて自然に開いていきますよね。あ、ちょっと早いなと思ったらそれを察知してちょっと早めることもできますし、ゆっくりとした呼吸なら動作も自然とゆっくりになるんですよ。ゆっくりとした呼吸で動作を早くするっていうのは難しいんですね。だから決めてゆっくりにするんじゃなくて自然とゆっくりになっていきます。そして自然とゆっくりになったらさらに動作も自然と大きくなっていきますよね。だって力が抜けているから足の筋肉や腕の筋肉の可動域が上がるので動作は大きくなっていきます。もちろん流れるようにやることもできるようになりますが、大きくやれるようになるのが自然で、さらに自然に間が空いて、さらに呼吸と目遣いが常にゆったりとした状態が続くし、ゆったりとした目遣いが続くし、ゆったりとした伸びが続くので、まるで生きているかのように生きた長期体になります。そして腰から動けますってことですよね。はい。これは逆に呼吸が止まってます。目遣いをやろうと思っても目が集中して止まっちゃってる。こうやって歩いたら式体になるわけでしょ？ってことですよね。だから斬新をやるのが大事です。これ大体5秒ぐらいが大事です。5秒こうやってやる。5秒首の筋肉と腕の筋肉、足の筋肉を後ろに引くのが大事。で、これです。そうすると肩が落ちて背中が伸びて腰から動きやすくなって自然とゆったりとショルダー動作になって呼吸もしやすくなって目の位置も後ろに行ってちょっとこう視野が広がって目遣い 目で心配り気配り外側の周囲を観察するような状態が作れます。もしこの8つの動作を斬新によって身につけるとするならば呼吸が変わりますよね。正解は、もし斬新、いい斬新で、呼吸を整えれば、これわかりますね。呼吸をこうしましょうって決めてんじゃなくて、いい姿勢、いい目遣い、いい腰から動く状態、いい間がスムーズに開けられるよ、腰さばき状態、いい、自然に大きくなるなら、良い斬新を身につけた上で、作法において呼吸はどうなるかっていうと、ひたすら長くなるのが正解です。そしたら心落ち着いた状態が続きます。こう斬新で胸の筋肉を伸ばします。いや、まあ、カメラで音が分かりやすくするために、吐いてる感を分かりやすくするためにこう言ってますけども、ずーっと吐き続けられるはずです。だってここの力も抜けてるし、ここの力も抜けてるし、腹式に自然になるから。はい。なので、ひたすら長くなるのもおかしい。あのが正解です。ずっと呼吸してられるので、呼吸に集中できます。いや、だってこうやって決めてたらさ、ってやってたらさ、呼吸に集中心がとらわれて他の動作できないでしょ。だからどうするかっていうと、吸って吐いての量をすっごく少なくするの。うん、だからそうすると呼吸に、ね、意識がいっちゃって作法に行かないでしょ、意識が。気持ち、あ、一個動作抜けたってなるでしょ。なぜ作法やってる時に、あ、しまった、あれ忘れた、あ、これ忘れたってなっちゃうか。それ呼吸に意識いってるから。
呼吸意識いってて、作法に意識いってないんですよ。いや、作法を整えるための呼吸ですよ。作法の動きを落ち着けるための呼吸ですよ。歩いてる時に、この時に吸って吸って吐いてを記憶しようと思って、記憶してることやってたら他の耳がいかなくなっちゃうんですよ。だから、この自然な姿勢を持って考えるなら、良い斬新を持って作法を考えるなら、正解はひたすら長く吐き続けられるようになるはずです。っていう風に言ったら、ここで反論が来るんです。はい。いやいや、高橋何言ってんだ、違うんだ。これ、給料の事情を理解しようと。どういうことかって言ったら、いや、初心者の人。初心者の人。ね、どのタイミングで呼吸してどうすればいいですかって言われた時に、わかりにくいでしょうと。この時に、歩いてる時は吸って吸って吐いてとか、動いてる時に吸いましょう、止まってる時は吐きましょうって決めたら、教えやすいし、楽でしょと。だから、こういう風にやるのが大事だっていう風に言う人いるんですけども、そうやって覚えてたら、作法をやるときに忘れた瞬間に呼吸が止まって式体になりますよ。うん、いいですよ。これで教えたっていいですよ。いや、私から言ったら、大の字に伸びて、お腹と胸の筋肉リラックスさせて、長く息を吸って長く息を吐きましょう。以上終わり、やらした方が楽だと思いますけどね。そうやって長く吐かせさせた方が、よりに胸の筋肉が伸びてリラックス状態続くので、ここでいきなりって吸ってる力入れたりとか、吸ってる、吐いたり、また吸ったりとかやったら崩れてくるから、こっちの方が難しいですし、むしろこれ忘れたらその時に呼吸止まるよ。だって、どのためにあれ言うんだっけってなるよ。これで覚えてる。頭で呼吸を覚えると、忘れた瞬間に呼吸が止まって式体になります。体で覚えてたら、体が忘れてくれたら、むしろそれが自然になるんです。呼吸のこと忘れられるぐらい、その動作とかに集中してるってことでしょ。本当は息吐けてるんですよ。ここの力とここの力が抜けているんで、息吐けてる。やってるんですよ。やってるんですけど、もう忘れるぐらいに呼吸の意識消えるぐらいに姿勢が作れたら、むしろそれが本物です。だから、大の字に伸びましょう。胸の筋肉を開きましょう。お腹の筋肉を開きましょう。その上で、あと呼吸勝手にやってくれ。が、正解ですよ。こんななんか吸ってる時にね、吸って吸って吐いて、何々しましょうって言ったら、ロボットみたいになっちゃいますよ。で、呼吸に囚われるからミスしやすいですよ。で、忘れた時に止まって、式体になっちゃいますよ。っていう風に言ったらまたこれ反論があって、いやいやいや、何を言っとるの？作法というのは、呼吸をしっかり決めて、そしてその通りにやっていくと、気持ちが引き締まるんだと。だから作法が大事なんだっていう人がいるんですけど、え？いや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 、精神を整えるのが作法の本質じゃないんですか？これ本当に言った人いるんだよ、講談社で。作法をやって、こうやって決められた動きをやると、気持ちが上がって集中力が上がるから。いやいやいや、精神を整えるが作法じゃないんですか？気持ちをやって、この動作をやれば集中力が上がっていくんだって、それ作法なんですか？あなたたちの出されている弓道教法の一貫の作法の本質、作法の由来には、物欲の節制のために作法をやるんだって書いてあるんですよ。それがなんかこの動作を決めてこの通りにやったら気持ちが引き締まるんだ。なんか弓道をやってる感じになるんだって。なんだそれ。それ作法ファッションだと思ってるでしょ。この動作、この作法や大敗をやることで心を鎮めて神聖な場所に行くための準備のために作法あるんでしょ。それなのにこんな吸って吸って吐いて、吸ってって緊張するし、忘れたら式体になるし、他の動作がおろそかになるぐらいこれなんか決まりめっちゃあるし、で、それをやったら集中力上がるって、もうそれ作法の本質から完全にずれてんじゃん。だから適当なこと言わない方がいいですよ。めっちゃ言葉だけはかっこいいんだよね、君たち。でも中身知らないでしょ。こうやってこの8つの動作全部いっぺんにやってくださいって言ったらできないでしょ。強い意味も引きないし。さっきの弓道教本一巻の物欲の節制とか読みました？読んでないでしょ、わかんないでしょ。そのやってる作法と文章で書かれてある作法の由来があまりにもかけ離れてるから頭に入らないんだよ。そういう作法をやってるから、この作法をやってる時にね、こうやって矢持ってる時にポロッと落ちちゃうから、これもう握ったら危険になるからこれはなしにしましょうとか、ってわけわかんないことになるわけ。
現代の作法をやれば心と体が崩れます。私はお勧めしません。ですから皆さんはちゃんとこの現代の作法っていうのを正しく使えるようにしてください。その正しく使う方法は、今の呼吸を吸って吸って吐いてってやるのは正直お勧めできません。正しくは良い斬新を、良い斬新、まず良い斬新を身につけてください。一番やらなきゃいけない、いの一にやらなきゃいけない最初の姿勢は姿勢です。最初のことは姿勢です。もうこれやってください。これをやってから作法をやってください。スムーズにいきます。これを教えないでこっちばっかりやってミスしてるとか、あ、ここがダメ、あ、ここがダメ、ダメになるでしょ。これ教えてないのか。私がいないとダメ、私たちが教えないとダメなんだから、あなたたちがいたってダメ、あなたたちがいた方がダメだって。姿勢が崩れてんだ。てかこの呼吸の仕方がもう緊張させるような呼吸になってるか。いい姿勢をまず作ってください。そのためには斬新を覚えてください。そのためにやるならば、ひたすら長くなっていくっていうのが自然であり、長くなって長くなって忘れてしまえば、それはいい呼吸なんで、ぜひぜひしてください。以上です。ありがとうございました。